な回転上げ気味でしっかり止めてインギリギリのアクセル踏み、ここも大事に大事に大事に立ち上がりをいって、日焼けです、車のチャンネルです。ブーン、はい、今日はソロという感じで一人でやってますけれども、まあ、今日何をやるかと言いますと、つくば1000で HKS テクニカルファクトリーさんの走行会をやろうと思ってます。今日はですね、こちらの青い BRZ、 たびたび仕様変更をしております私の車、今日は仕様変更はしておりません、別にしていません。で、今日はあいにくの雨、もう路面がもうこれは濡れてますわ、びっしょびしょ。でも午前中で雨は止んで、もう今止んでるんですけど、ほぼこれからはもうずっと曇りが続くということで、お話によると車が走り続ければ路面はドライになっていくだろうという話なんですけども、雨の日って車の挙動がめちゃくちゃ如実に現れるんですね。限界値が下がるんで、普通の晴れた日に走るよりもまあそれは難しいと。でもその難しさをこう制御するっていう楽しさも雨の日は実はあって、まあ、タイムアタックとかでタイムを詰めたいって言って来てる人はちょっとがっかりかもしれないんですけど、腕を上げるには絶好のチャンスかなって自分は思ってて、2年前、走りましたけれども、まあ、ズタボロになったあの頃の自分と今の自分ちょっと見比べてみて、腕は進化したのか、そういったところを今日走ってみてチェックしようと思います。まあ、ぶっちゃけ腕は分からんけど車の馬力はかなり上がったので、下手に踏んだらクラッシュの確率は倍以上。さあ、じゃあこれから行こうと思います。体重が徐々に減って今98キロ、最初より14キロ、わーすごい。じゃあ14キロも減ったんで、多分雨の日もちょっとコーナリングは早くなってる。じゃあ行きます。 TC1000、 VSC とかトラクションコントロールはオフで行こうと思います。行ってみます。すごい編んだ。ここね、アウト側走るといいよって言われたんですけど、怖いわ、膨らんだらマージンないですからね。あ、ブレーキで、ブレーキで姿勢変化が一気に起きる。どうしたらいいの。まっすぐだな。
完全ドライなのではっていう状況ですけれども、ちょっと今日は面白いタイヤ履いてるんですけど、まあ、謎のベールに包まれたタイヤなんですけれども、まあ、それ履いてるんでこれで自己新記録を更新したらすごいなと思いながらちょっといろいろやってみようと思います。の走行会なんですけれども、ちょっと今日私の BRZ もう今4回ぐらい走ったんですけれども、まあジレンマです。もうこれ以上自分ではタイム出せない、この車のポテンシャルを僕は知りたいと今なっています。何回スピンした？1,2,3,4,5,6,8 回ぐらいは行ってますね。8回スピンして、皆さん見てください、これもう無事です。すごい。そっちの方がすごい。奇跡奇跡。 ERZ ターボに謎のタイヤということで、どんなフィーリングでしょう。まあね、最近はあのアジアンタイヤで、まあいいのもね増えてるんで、おいいね、力強い、いいよ。あ、なんかこう乗りやすい仕様のターボだね。曲がる曲がる、お、なかなかいいぞ。フロント入るし、ちょっと上で見てみますね。ポテポテを、なんかね、いつも思うんですけど、ここ来て大変申し訳ないんですけど、なんかラジコンを操作してる感覚になるぐらいちょっと遠いっていうちょっとラジコンフィールドな感じするんですよね。乗りやすいね。ただやっぱり究極を言うと052とか、履きたいな。こんだけパワー出てるなら履けば、なんか1秒半2秒ぐらい上がりそうですけど、すごい扱いやすいターボの引き出しが、ここもったいない。ここから回転上げ気味でしっかり止めてイン、ギリギリのアクセル踏み、ここも大事に大事に大事に立ち上がりをいって、41秒76か。これでね、毎回感想を聞くのが楽しみなんですよ。ダメダメだったなとか、なんかいろいろおっしゃってもらえるのが楽しいんですよ。ありがとうございます。ありがとうございます。どうでした？いや、いい、エンジン特性すげえ乗りやすくて。乗りやすかったですか？全然ピーキーじゃないし、いい意味でターボっぽくないっていうか、下から突きもいいし、NA のハイキルアップみたいな力の出し方で。ちょうどいいところに行ってますね、じゃあ。すごい乗りやすい。乗りやすいですか？うん。よかったよかった。でやっぱりタイヤがよれちゃうから、はい、よれちゃってました。もったいないね、これやっぱ05に行きたいな。よれてることに
よれてることによってどんな影響が出てますか、うん、まずフロントがよれることによって、はい、やっぱ入りがワンテンポ遅れちゃう、あ、うんうん、ラグ感があるみたいな。であとはそこから切り足せない、切り足すとそれについてこなくてアンダー出ちゃうから、あ、なるほど、極力切り確かめながら切っていく、あ、そうに対して今度リアもやっぱりこうお伺いしながら踏んで大丈夫かな、ダメかなっていうのをお伺いしながら踏まないといけないから、その辺のね、やっぱり、うん、全開でスパッっていうことが難しい。そうそうそう、あ、なるほど。でやっぱ1、2コーナーなんかはギョーってこうよれていっちゃうから、はい、やっぱ踏むポイントが全然遅れちゃうし、なるほど。もうあとはもう05に上げて39秒だ行きます、行こう、頑張ろう、行きます、ありがとうございましたいろいろ紆余曲折ありまして、下げすぎたんで上げたりとか、オーバー出すぎたんでフロント上げたりとかやってもらって、ウィングもないもんね。あ、ウィングないんですよ。あえてウィングなしで行って、あ、そうなんです、お金的なあえてですけど、経済的なやつ経済的なあえてなんですけれどもまああればいいなとは思ってるんですけど、俺がぶっちゃけも0、まあ、0、5、2とか入って、はい、ちょっとしたウィングつけたら全然39秒だから。本当ですか。でタイヤ、じゃあタイヤがその圧倒的グリップ感が、グリップ力があれば、うん、別にアンダーでもオーバーでも出なさそうな、うん、そうそうそう、ピタッといいバランスで曲がると思う。やっぱハイグリップ開いた方が安全です、はい、ですよね、うん、052なら多分5回のスピンで今日済んでる3回分なくなってるんですね。3回分なくなってる雨でもやっぱりハイグリップタイヤはハイグリップなんですか。発熱するからね、ゴムが柔らかい、ちゃんとや熱で柔らかくなってくれると。そう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 、はあ、そうですか。大事ですよ。あ、なるほど、勉強になります。タイムはタイヤで買ってください。さあ、HKS テクニカルファクトリーさんの走行会 TC 戦、はい、終わりました。終わりました。どうです。どうでしたか。いや、もうどうでしたか争い。もう今日は確かにまさに、いや、じゃあまず話させてもらいますけれども、はい、前回よりブレーキがやっぱり非常に効果を功を奏していて、1コーナーとかすごくこう緻密な、ブレーキ制御ができるようになって、で思いっきりガツンって効かせたいところはガツンって効くし、そういう点でもタイム短くできたんじゃないかなと思っております。ベストは更新した。ベストはね、更新してるのかしてないのかちょっと今記憶の中では定かではないっていう42秒台だったのは覚えてるんですけど、まあその辺りでうろちょろしてるっていう感じ。最初は雨だったんですけれどもね。あ、確かに確かに。かなり先行き不安だったんですけれども、意外と路面ってこんなに乾くもんなんだなっていう。もう加えたもんね。はい。だから走行会ってなんか来てみるもんですね。なんか雨だからちょっと払っちゃったけどやめようとかじゃなくて、なんか意外とこういう完全ドライの最後の方は走れるんだなと思いましたね。いやでもやっぱりサーキット楽しいですね。いや楽しいですね。本当走行会定期的にやってるんですかね。テクニカルファクトリーさんも。テクニカルファクトリーは当然いっぱいやってる、ね、やってるようですね。まあ HKS で言えばハイパーチャレンジとかもあるし、うん、ということで、今回の動画終了とさせていただきます、SNS のフォロー、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それじゃあありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。